いやー、参りました。先日も他の動画でちょっとお話しした通り、壊れました。でもこの食洗機、めっちゃ長く持ってくれて、20年ほど、かなり重宝して使ってました。で、これ庫内を見てみると、一番ある意味小さなサイズのビルトイン食洗機なんですけど、コップ置きスペース、ここも可動式で、いちいち取り外したりしなくてよくて、いやもうこれほんとよくできてたんで、全く同じもの欲しかったんですけど、20年も経過すると、そういうわけにもいかず、で、食洗機、うちではフル稼働してるんで、もうこれが壊れると、かなり QOL がダウンします。ってことで慌ててリサーチしてみたけど、庫内の様子、しっかりわかるものってあんまりないんですよね。実際店舗に出向いて、物を見るっていう方法もなくはないですけど、まあもうとにかく早く欲しかったんで、今回、価格.com で一番安かったもの、これを購入しました。ビルトインタイプ45センチ幅の朝型。うちについていたのがそれなんで、おそらくこれ設置できるんじゃないかと思います。ということで実はもうこの辺りちょっと見切れてるんですけど、でかすぎて映りません。なんで一気に開けます。せーの、ドーン。いや開けても全然映りませんけど、いややってきました。今回購入したのはクリナップZWPP45R21ADKE ブラックを買いました。発売日は2022年4月。結構食洗機、新しいもの少なかったんで、今回比較的新しい、それでいてお安い、これを購入しました。はい、中身にミューズの試供品、食洗機洗剤、凝縮キューブタイプ、5個入ってました。ありがとうございます。で、説明書。はい、この辺りはとりあえず置いておいて、今回言うの忘れてましたけど、とりあえず設置するだけ、また後日、使い勝手とか、しばらく使ってみたへんやってみたいと思うんですけど、まあとりあえず、食洗機ないと不便なんで、今日はこれ、サクッと取り付けます。で、ただ食洗機の取り付け方法、僕はもう今となっては素人なんで、誤った情報含まれるとやばい。ってことで、食洗機の取り付け方法なんかは YouTube 探してみるとたくさんプロの方いろんな動画出されてるんで、そっちの方ご覧になってください。はい、それでは古いものを撤去して新しい食洗機つけていきます。はい、ちょっと音声悪かったらすいません。だいたいこの下側固定のビスがあるんで、これを外します。違うわ。お家全体の止水栓を止めて、さらにここお水を止めます。で、電源も抜いておきます。で、今これ給水ホースを外してます。で、次に排水ホース、これも外していきます。結構簡単に抜けました。この横にずらして外す、これが分からなくてちょっと苦戦しました。はい、これでもう抜けてくると思います。はい、撤去できました。いや、やっぱり結構大変っすね。で、こういった型紙に合わせて下穴を開けます。はい、多分大丈夫。金具つけました。はい、もう動画撮ってる余裕なくて、本体を押し込んで前の留め具、今留めてます。はい、収まりました。あとは配線と配管つなげます。はい、接続終わりました。あとはハースとコンセント入れておしまい。お疲れ様でした。はい、あとは止水栓開けて水漏れのチェックして試運転します。はい、この工程は割愛します。はい、とりあえず試運転終わりました。無事水漏れなく正常に動きました。とはいえ、はい、これ古い食洗機、まだ片付け終わってないんで今から片付けます。で、試運転中に思ったのは、古い食洗機よりも結構音でかかったです。うちはリビングとキッチンが近いんで、これ回しながらだと、ちょっとテレビとか見にくいかもしれません。で、あともう一つ残念だったのは、もともとついていたこの食洗機、粧パネルの縦幅が短かったんで、新しい食洗機に移植することはできませんでした。なんで全面ブラックのまま、このまま使っていきたいと思います。で、またしばらく使ってみて、その使い勝手どうだったのか、そのあたりお話しできればと思います。とりあえず僕でも設置できましたけど、まあこういうのはあまり無理せず、業者さんにお願いしてもいいかもしれません。ただ YouTube 動画には、たくさんの食洗機取り外し取り付け、動画たくさん上がってるんで、よかったら他の方の動画も参考になさってください。ではまた次回。